そろそろだ。僕も制約をすればライラみたいな力を得られるのかな。やめておきなさい。制約は特別すぎる力よ。そんなものに頼らなくても、力を磨き上げれば自分だけの術は身につくわ。エドナは持ってるのか、そういう術。当たり前でしょ。どんなのだ、見せてくれないか。うんうん、大胆なことを言うのね。大人の階段を登る気満々じゃない。変な言い方はやめろ。そんなに見たい？どうしてもってお願いするなら特別に見せてあげてもいいけど。いい。せっかくのチャンスを棒に振るニクリオ、略してボムね。力を磨き上げるか。列に並び待て。従わぬ者は処罰する。勘弁してくれよ、時間がないってのに。何の件も？軍のに決まってるだろう。本格的な対戦になるかもしれないんだからな。兄ちゃんは引っかかるかもな。え、なんで？むしろ騒がしいぞ。すみません。同志が出たって噂あったろ。あった、ハイランドでしょ。それがな、ローランスにもいるらしいんだ。ローランスにも。ローランス帝国は同志をよく思ってない。ああ、騎士団は戦力と見て警戒してるし、教会は異端者として取り締まろうとしてる。おまけにこの町じゃなんか不可解な事件が起こってるらしくて。次！おっと、俺の番だ。そういうわけだからせいぜい気をつけな。大丈夫かな、不安になってきた。素性は隠した方がいいみたいだけど、スレイに嘘をつけっていうのは。ニワトリさんにゆで卵を産めっていうようなものですわよね。どうい。なら逃げる準備をしておくんだな。通行証も持ってるし任せとけって。だからしばらく頭の中で喋らない。わかった。面倒を起こさなければな。いいの？ほら喋んな。次！自分はローランス帝国白王騎士団団長セルゲイ・ストレイカである。帝国の安寧に資する検問への諸君の協力に忠心より謝意を表すものである。何こいつ、堅苦し病、厚苦し病。はい、招待ギルド発行の通行証。ここに来た目的は手形の回収ね。赤霊の羽か、手際がいいな。期限が迫ってるから気が気じゃなくて。取引先は大通りにある酒屋の。おお、ボリス・シローか。あそこは手広く商いをしているようだな。うちもいろいろお世話になってます。他には何か？ない。検問への協力痛み入る。お疲れ様です。次はそちらの男だ。妙な身なりだが護衛か。女の一人旅は物騒なんで。なぜ護衛が儀礼剣を下げているのだ。スレイの剣が儀礼剣って、重心の差を見切ったのか。ただのバカじゃなさそうだな。また、あれ、もちろん理由があって。そちらの男に聞いている。やば、私の言う通りに
ご不信はごもっとも、実は私はとある地方領主の御曹司なのだ。なのです。ん、ロゼ。そう、お坊ちゃんなんです、うちの亭主。え、そんな設定。フォークより重いものを持ったことがない箱入り息子がひょんなことから旅商人と恋に落ち、燃え上がる情熱のままに全てを捨て駆け落ちしたのが1年前。へえ、そうだったんだ。妻にも秘密のこの事実、世間に出て無力な若造と思い知りましたが、それでも妻を守るのが夫の務めと思い詰め、見せかけの儀礼剣を下げて周囲に強がって見せているのです。悲しい男の意地とお笑いください、うん、ごめん。結構頑張ってるよトンマイ。もう妻よ、その一言で俺は生きていけるだろう。愛という名の種さえあればどんな荒れ野にも花は咲くだろう。強く生きるのだぞ。次。よくわからないけど通れちゃったね。みんなのおかげだ。相手が良かったとしか言いようがないけど、結果オーライだね。案外お役に立ちますでしょ、見えないというのも。そうだね、喋んななんて言ってごめん。じゃあもう頭の中で話しても。それは別、怖いしキモい。キモいはひどいですわ。焦らず行こうよライガ。さてスレ、僕らは焦ってペンドラゴへ向かうのかな。この街はいろいろ面白そうだろ。そうだから、せっかくだし探検していこうと言いたい。超言いたい。なんか面白そう。坊やばっかり、だから気が合うんですよ、きっと私たちとも。天族と人間に。石碑はまだ見てないかも。しかしよろしくありませんな、こんなご時世にひるむから。まあまあ司祭様、例の件のお礼でございますから。しかしフォートン数奇鬼をはじめお偉方は何かと厳しいお方ぞろいゆえ。分かっております、教会への献金はこれからも十分に。あそこがこの町の聖堂のようですわね。覗いてみよう。
鐘楼、機械仕掛けなのか。そう、ラストンベルの名物。歯車がバーって動いてね、鐘の音が音楽に聞こえるんだよ。それは聞いてみたいですわね。さすが職人の町、すごい技術だな。あ、興味そっち。動力はどうなってるんだろう。さあ、なんだろう。水を汲み上げる音がする。おそらく地下水脈の流れを利用しているんだろう。地下水脈？本当？そんな風に見えないけど。牢状用に隠してあるんだ。もともとここは砦として作られた場所だからな。それで城壁に囲まれてるのか。この鐘楼も元はのろし台だ。そんな過去が面白いな。まったく男どもは注目するとこ違いすぎ。でも面白いですわよね。まあね。おやすみマルズローシブレレコディムヨーバー。どうしたのロゼ。具合でも悪いのですか。フォエスメイマルズドーシブレレイハクディムユーバルビーユユクム。フォエスメイマルズドーシブレレイハクディムユーバルビーユユクム。じゃあいきなり何。それこっちのセリフ。ライラと契約した時3秒で覚えろって超早口で叩き込まれたんだよ。おかげで頭から消えないし。あの時は緊急だったものでつい。時々強引だからね、ライラって。お化けとは別の意味で怖い。マジかよ、エリクシールが売られてるって。ああ、ハイランドとローランスの貴族の間でエリクシールが流行ってるんだと。けど、あれは普通に出回るもんじゃない。教会が管理してるはずだろう。その教会のお墨付きで売られてるって話だぜ。結構な効き目でな。教授の妙薬ってもっぱらの評判だ。すごいじゃねえか。もっとすごいのは値段でな。金持ち貴族しか手が出せない代物だってよ。結局そんなオチかよ。教会がエリクシールを売りさばいてる。なんだか奇妙な話だな。ラディシュメルね。小ぶりだけど中は甘くてホクホクだよ。バターが合いそうですね。さっくり揚げて塩でいただいてもいいですわね。言っておくがその芋毒があるぞ。そうなんですか。あ、だっけ。大量に食べれば死ぬレベルでな。けど火を通せば問題ないっしょ。終わりだ。丸ごと焼いたら毒性が強まる。そうだ
目、目を取ればいいんだった。皮もだ。ラディッシュベルの毒は目と皮にある。皮を丁寧に剥いて目を取り除けばあとは大丈夫だ。ちょ、ライダー、なんでデゼルによる？なんでと言われましても、お前が大雑把すぎるからだ。じゃなかったの？聖堂。殺人事件か。物騒だな、ローランスの町も。聖堂だな。年代は新しいけどなかなか立派な作りだ。こんにちは、お邪魔します。ちょ、また見えないのに声がするとか。いないっぽいな。お化けが？カゴ天族が。さっきの司祭を見れば想像つくけど。どこも同じだ、近頃。でどうするの？加護する天族を探す。けど手がかりもないしな。スレイさん、必ずしも加護の復活にこだわらなくていいんですよ。いいのかな。いいんじゃないか。ここは汚れは多くないようだし、そもそもスレイ一人で世界を救えるわけもないんだから。はい、肝心なのはスレイさんが見識を広め力を育むことですわ。最下の剣士に対するためにだね。尾行にも気づけないようじゃ先は長そうだな。こんなところで何者と話している？大通りの酒屋に急いでいたのではないのか。何と言ったか。はい、ボリス・シュローです。ラストンベルにそんな店はない。こいつは一人だ。眠らせてとっとと行くぞ。見えてるのか。違う、ただの腕の立つ人間よ。スレイ、人間同士でよろしくね。え、そういうもんなの？これは人間の問題だからね。外へ出よう。欺いたことは謝ろう。その上で改めて
飛行らの正体を教えてもらおうか。こちら、次の機は続けていこう。我ら爆炎剣続けていこう。ゆえと次の機は次の機は続けていこう。見切れるか。無駄だ。続けていくぞ。見切れるか。焼き払う。襲撃無影響。襲撃剣続けていくぞ。天狼波天空裂破甘い。続けていくぞ。そこだ。襲撃剣軽い。さあ次の機は続けていくぞ。我ら焼き払う。続けていくぞ。見切れるか。終わらせる。次を吠えろ。雷電登場だ。甘いな。後で後悔するぞ。大丈夫だよ。心配してくれるのは嬉しいけど。返しも甘い。天族と話しているのか。やはり検問の時のあれは。セルゲイさん、嘘ついてごめん。こちらこそ非礼をお詫びします。どうしよう。え？剣を交えれば相手の力はわかる。名を聞かせてもらえるだろうか。スレイ。どうしスレイ、貴公の力を貸してもらえないだろうか。ローランス帝国のために。ローランスは同志を警戒してるって聞いたけど。そうだ、騎士団はフォートン枢機卿同様の力を持つという理由で危険視し、教会はフォートン枢機卿を脅かす存在として異端扱いしている。枢機卿ということは教皇に次ぐ教会のナンバー2ですもんね。妖帝の補佐として実際に帝国を仕切ってる人。いかにも。そして同志と同じ奇跡を体現すると言われているものだ。同志と同じってどういうことですかな。騎士が勝手に聖堂に立ち入るとは。まさか我が信者にフォートン枢機卿の悪口を吹き込んでおられるのか。司祭殿、そんなこと。問答は無用。出て行っていただきましょう。公園に来てくれ。話の続きはそこで。